寿司屋の土屋の愛席いいっすか。この番組は新しい技術で街づくりをよりよく進めるスマートシティ、略して寿司の取り組みを様々な角度から学び、全国の皆さんとどんなことができるかということを考える、その番組でございます。はい、今回はですね、ちょっと音の聞こえ方を変えているところなんですけども、新しくですね、卓録の機械っていうのをちょっと買ってみましたということです。先日来声優というかですね、声の活動をするプロジェクトというところに参画してるんですけども、そのプロジェクトの中でですね、いろんな方々とちょっとコミュニティ活動をしている中で、皆さんどういうふうに録音してますかみたいなことを聞いたときですね、この事務局の方からちょっと勧められたのがですね、一番エントリーモデルのヤマハの機械なんですけどね、3点セット、いわゆる、なんて言うんでしょう、マイクと、ヘッドセット、とですね、あと、なんて言うんですかね、こう、調整するやつ。なんか言葉が弱いんですけど、はい、あれですね、いろいろつまみとかいっぱいついてるやつ。なんて言うんですか。なんかそういうレベルのちょっと全然初心者なんですけど、こんなのを買って、見てですね、試しております。マイクすごいいい、コンデンサーマイクっていうんですかね、良さげなもので、そんなに高くないんですけども、これと今結構重厚なヘッドセットとですね、つけながらインやってみてます。で、ちょっとこのなんていう名前なのかっていうのがよくわかんないまま使ってるんですけど、この音をなんていうんですか、入れてこう調整するあれですよ、あれどうしよう、なんかこんな話をしててちょっと恥ずかしいんですけど、でこれをですね、どういうふうにうまく使えるかっていうことか、とにかくちょっと使いこなしていかないといけないなということで、いろんなソフトを使ってやってるところなんですね。はい。で、今朝もちょっとこの新しいマイクをですね、試してやってるんですけども、最初のこの音量バランスとかね、その辺を調整するのに結構難儀してるんですよ。で、実際にはちょっとこれ編集をね、しないとちょっとやりにくいなというところもあるので、その編集のソフト何使うかということで、これまではね、サイバーリックのパワーディレクターっていう動画の編集のソフトなんかは使ってたんですけど、音の編集をですね、なんかどうもそれでやりにくくて、で、その同じサイバーリンク社の、オーディオディレクターというですね、いわゆる音声の編集に特化した、ソフトなんかがあるんですけど、またこれも、そこそこ高くてですね、高いって言っても、大したことはないかもしれないですが、月額500円程度。で、年間で6000円ぐらいの、年間契約で6000円ぐらいっていう、そういう金額で、これセットで契約しちゃおうかな、どうかなとか思いながら、いや、もっといいのがあるに違いない、無料でとか思いながら、今いろいろ試しているところでして、で、いろいろ見たんですけど、ちょっとショート動画のね、編集とか、割と手軽気楽にできるようなものの一つとして、キャップカットっていうんですかね、キャップカット。これが、ちょっととあるところで動画編集なんかでも進められたので、いいかなと思って試しにやってみたら、結構使いやすくてですね、軽いんですよ。なんか、こんな軽くていいのかなっていう風な感じなんですけど、あんまり重たい機能なんかなくて、簡単に、切って貼ってぐらいのですね、ことだったら、こと足りるのかなというのとか、あと音声の、出力レベルの上げ下げみたいなところをですね、ちょっとこの機能が結構難しくて、他のものだとね、サイバーリンクのものとかだと、なんかちょっとこう、音量レベルがですね、超えてしまったりするとか、ちょっとちょいちょいこう使いにくかったりしたんですけど、このキャップカットの方がですね、結構使いやすいっていうのがありました。で、このソフトの元のどういったところが出してるかとかですね、ちょっとそのあたり、あんまり分からずに今、試してみているところなんですけども、とにかくいろいろ今、試して、やってるという形です。
はい、いや本当ね、前のその Spotify の前の編集ツールがすごい便利だったんですよね。あの音声ファイルね、こういくつか組み合わせてつなげてとか、まあ、BGM 入れてとか、もう本当それだけの簡単な機能で良かったんですけど、それが使えなくなってしまったっていうことでですね、今あのツール難民になっている中で、まあいくつか試してみてるっていうのと、あとはこの卓録に、対応するようなあの機器ですかね、これを、今試そうと頑張っているっていう感じです。はい、だんだんこれね、やり出すとどんどんお金めっちゃ使うような形になりそうな気がして結構怖いんですけども、まあ、まずはあの安いあのエントリーレベルの、ね、ものからちょっと頑張っていってみたいなというふうに思います。はい、ということで、今日はちょっとこの卓録というかですね、音の、あの編集の周りを整えていますという話でした。ありがとうございます。